それでは新ブランドの発表いたします。どうぞ。いらっしゃい。北地牛きらめきです。いや、ありがとうございます。すごい。皆さんを笑顔にするそういう企画でございます。ぜひ楽しみにしていただければ。この2つだと思うんですよね。なるほど、うん、とっても美味しかったんです。あまりこう食べたことのない食感、なんかふわーって、一口でいきました。めちゃめちゃ美味しい。フォークが止まりません。まあ、産地間競争に勝っていって、さらに、日立牛の評価を高めていくと、まあ、そういう狙いを持っているわけでございます。ここ3年間はですね、1万頭を超える生産量を誇っています。過去タイやアメリカにも輸出を始めてたんですが、最近ではシンガポールやフィリピンなんかにもですね、新たな市場を開拓して、台湾なんかもそうなんですね、まあ、その脂の質、口に含んだ時の、溶け出すその香りとかですね、旨味、ここに着目した。ぜひですね、皆さんをこのお肉で、新しいブランドのきらめきでですね、笑顔にしたいというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。